はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安藤でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google による AI がよりたくさんの方々にこの安数のチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日は皆さんの、ね、耳にもそろそろ馴染んできた造血幹細胞移植のお話です。造血幹細胞移植とは、造血機能に異常をきたして正常な血液細胞を作ることができなくなった患者さんに、ドナーさんからもらった正常な造血幹細胞、あるいはあらかじめ冷凍保存しておいた自分の造血幹細胞を移植して、造血機能の正常化を図る治療法です。そうなんですよ、まあ、あかん骨髄をいい骨髄に入れ替えるという、どう考えてもすごいことですよね、これはね。まあ、あの車の故障した部品をね、入れ替えるくらいの感じで先生らはこう言うんですけどね。まあすごいことですよね。そんな簡単なもんじゃないと思うんだけどなーってね、思うんですけども、まあ、で、まあ、そのどんな人がするかと言いますとですね、どんな人がその造血幹移植をするかと言いますと、白血病のような腫瘍性疾患の人が、まあ、主にね、用いられるんですけども、再生不良性貧血などの、その、まあ、非腫瘍性疾患の人にも適用される場合があります。まあ、腫瘍性疾患というのはですね、急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形性症候群、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などね、があります。あと、もう一つね、先ほども言いましたけども、非腫瘍性疾患の方なんですけども、再生不良性貧血、慢性肉芽腫症、チェリキアック東症候群ね、難しいですよね。あとね、重症複合免疫不全症、毛細血管拡張性失調症などがあります。腫瘍性疾患の治療に用いる場合はですね、まあ、移植による正常な造血の、ね、回復が期待されるためにですね、まあ、移植する前に、まあ、通常では投与不可能なほどのですね、大量抗がん剤が使用可能となります。誰が決めたんか知らんすけどね、この大量抗がん剤使用可能って、これがめっちゃきつかったんですよね。通常では投与不可能なほどの大量抗がん剤が使用可能って、どんなもんなんかなと思うじゃないですか。まあそうです、副作用マジ半端ねえって、もうこういうことねって思いましたよ、ほんまに。まあこれによってね、腫瘍細胞の徹底的な排除ができますということなんですけどもね、まあ、これが本来の造血幹細胞移植の目的でございます、ね。まあ、っていうのが造血幹細胞移植の説明でございました。次回の動画はですね、移植の流れについてお話をします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画いいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にこのチャンネル、この動画が届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。